はい、こんにちは、どうも。伊豆箱根鉄道三島駅、に来ております。これからね、人生初寸図線に、乗りに行きたいと思います。三島駅はね、結構2面3線のね、結構大きな、ホームに、なってます。ね、電車この車内ホームでね、一応なんかドア1箇所しか開いてへんねんけど、これ見たら、基本あれやな、転換クロスシートやな。朝乗ってきたのが大雄山線と結構似てるかなっていう感じでね、なかなかテンション上がりますね。車内からなんですけど、真ん中の車両が転換クロスシートで、前後の車両がね、向かい合わせのボックスシートになってますね。まあ、これはこれでいいでしょう。三島広小路駅に到着しましたということでね、この一面一線のね、このコンパクトな駅もこれ大好き。こういうね駅、まあなかなかねなくて、でこの駅ね、何が珍しいかっていうとね、乗降客数がね、めちゃくちゃ多いっていう ね、乗車人員だけでも1300人とかやから、地方施設の中ではなかなかねこれ優秀やと、ね、思いますけど、だから駅も駅舎もね、なかなかね広いと思うんですけどね、駅員さんもちゃんといらっしゃいますしね、でね、コンビニも併設されてるっていうね、なかなかな駅ですね。はい、三島駅です。こちらがですね、一車発注車の7000系になります。これちょっとね、変態っぽい、編成なんですけども、先頭車ね、片側3扉、この真ん中、これがね2扉になってます。で後ろ3扉ということですね。かつてはね、この真ん中の車両をね、これ指定席で運用してたんですよ、ということですね。はい、利用率があまりね、あまり良くないということで廃止になったんですけども、JR に乗り入れするっていうことをちょっと考えていたみたいですね。どっちに乗り入れる、熱海方面なのかな、沼津なのかな、ちょっとそれ分からへんねんけども、はい、で僕なぜここにいるのかというと、今からこの踊り子がねやってきます。で転線します。そのシーンを見たいです。来た。なんか結構人乗ってるね。はい。工事用のね、工事用の車両とかね、大雄山線のね、検査車両とかが、通る道なんですけど、そっちはね、結構レアな運用なんですけども、踊り子の場合はね、確かね、これ毎日運用してるから、毎日ここを通ってる。にしてもね、線路錆びてんねんけどね。じゃあね、早速ね、修善寺に向けて、乗っていきたいと思います。で、この伊豆箱根鉄道の、寸図線なんですけども、当時客を、運ぶという目的で、大人まで、沼津から大人まで、結ぶ、という予定だったんですね。ただ、東海道本線の、ルート上から外れた、三島の経済界の方たちが、三島を起点にした、路線にしたいということで、その当時の東海道本線っていうのは、ルート上は今の御殿場線にあたる、路線なんですけども、御殿場線の、三島駅があったんですよね。
まあ、そこにまあ結んだと、ね、いうことですね。あの丹那トンネルは、ね、開通してから、まあ、今の三島線ができたと、ね、いうわけなんですけども、まあ、1898年に最初の区間が完成して99年までに、まあ、沖戸まで開通したということですね。はい、でこちらがですね台場の、車両工場、になりますね。あの大雄山線の車両も、JR の貨物に引っ張られて三島まで来てここまでやってくると、いうことでございます。なかなかね規模でかいですよね。で、まあ、1924年に、まあ、修善寺まで開業したということで、まあ、修善寺駅は今年で、まあ、開業100周年と、いうことでございます。で、まあ、この路線なんですけども、まあ、結構通勤通学にも、まあ、利用されますし、観光利用も非常に高い、まあ、路線となってまして、まあ、実際乗ってみたらね、結構三島口ではめちゃくちゃ人が乗ってます。で、これ、韮山反射量の、近くの駅ですね。で、これね、車窓からね、韮山反射量ね、見れるのかなと思ったら、ちょっと残念ながらね、ちょっと見れなかったですね。ということですね。で、寸津線の駅ってね、結構ね、二面三線の、まあ、国鉄型の配線をした駅が、非常に多いというのが、特徴でございます。まあ、貨物やってたりとかね、したのとね、まあ、電車の本数もね、だいたい1時間にね、まあ、3本から4本ぐらいあるから、かなりね、地方私鉄の割には、まあ、割には言ってたら失礼なんですけども、高頻度な運転をしてる。というところでね、なんかね、久々にね、なんか儲かってしゃあない、なんか地方施設に出会えたな、みたいな、そんな感じがするんですよね。まあ他にもね、愛媛の伊予鉄とかね、広島電鉄とか見ててもな、お、儲かってまんな、みたいな、ね、感じはするんですけど、な同じようなね、匂いをね、感じるということですね。はい、でね、こちらがね、最初の終点駅だった、もうこう、大木戸駅なんですけども、駅の形がね、非常に曲がってると思います。まあ、当初ね、ここがね、終点駅、ということで、まあ、修善寺までの、路線をですね、まあ、後から、まあ、延長するということになりまして、まあ、すぐそこが狩野川っていう、ね、川があるんですよね。で、その川を、まあ、避けるようにして、もうこの駅自体も大きくカーブしてますね。この先も大きくカーブをした上で、まあ、終点修善寺まで行くと、ね、いうことですね。まあ、今 JR とのね、まあ、直通列車、まあ、時踊り5号、平日2往復で、まあ、土日3往復と、なってますけども、まあ、この、まあ、JR は、まあ、国鉄からの、まあ、乗り入れが、1949年、80系電車から始まってますので、かなり長い歴史が、あります。で、その当時のはですね、まあ、国鉄は直流1500ボルトだったんだけど、このイズパコはですね、まあ、600ボルトだったので、電圧がね、ちょっと合わなかったんですけども、まあ、それでもね、無理してね、走ってたみたいでね、ということで、まあ、1500ボルトに、ま、昇圧されたのは1959年と、いうことになりますので、まあ、結構ね、なんか、その国鉄との直通列車っていうのはなんか大垣だったりとかのなんか常磐地区からの実績もあるそうです。でここがね、終点修善寺ということで三面五線のねめちゃくちゃでかい駅で、これもねちょっと、行ってみたかったんですけど、ね、時間見たら本当にびっくりしました。ね、終点の修善寺駅に到着いたしました。というところでね、一回ねここ来たかってんね、まあ、なんで来たかったのかっていうとね、まあ、このね中小施設らしからぬこの広大な駅ですよ。もうズバリ言うとね、まあ、元西武の101系の向こうに1番線があって、今ラブライブ号ね止まってるんやけど、で、ね、西武の元101系の電車と、で、今踊り子がおって、で、今7000系と。で、ちなみにね、今月、修善寺駅開業100周年ということでね、まあ、おめでとうということでね、そういう感じなんですね。結構だからその波動対応とかにもまあ対応した、まあ、駅の作り、ということになってます。普段はね2番線とね3番線4番線で1番線と5番線はそんなに使ってない、みたいですけど、まあこの作りはいいよねっていうね、はい、ちょっとね N ゲージでね再現しようと思ったらかなり大掛かりになるのかなというような、駅、それが修善寺でございます。ここがね修善寺の駅前になりますけども、はい、バスターミナルもね、まあ、比較的結構広くてね、
伊豆半島のね各方面にもバス出てるみたいでね、多分下田方面とか天城越えでなんかあるんちゃうかなとは思うんですけどね、はい、めちゃめちゃ綺麗なね、まあまあ全然ね、廃れたイメージのない、そういうね観光地です。お疲れ様です。終点のね三島に着きました。なんかね久しぶりにあれやね、なんか儲かってる感が半端ない住所施設に乗ったなっていう感じで、なかなか面白かったですね。はい。今度はねもうちょっとね沿線観光スポットあるのでね、それも、交えた動画にしたいなと思います。以上です。ありがとうございます。